ドラマや映画のように実写映像の中に特殊効果を加える練習として瞬間移動や高速出しをする演出を作っていきます。奥から手前の切り株まで走る動きのクリップに対して走る前、走る間、そして走った後と分けていきます。コマンドシフト D でクリップをカットすることができます。走る間のレイヤーを選択した状態でコマンドオルト T を押すとタイムリマップに関するキーフレームが打てるようになります。 クリップが切れる最初と最後にキーフレームを一つずつ打っていきます。このキーフレームの間隔を短くすることで早送りになります。タイムリマップのキーフレームの間隔を短くしておいた上で、レイヤーに対して CC force m スモーションブラーを適用します。するとタイムリマップの早送りのスピードに合わせて動きにブレが発生し、スピーディーに見えるようになります。続いて2つ目の方法をご紹介します。 今度も先ほどと同様に走る前、走る間、走った後でクリップを分けていきますが、今回は一番下に人物は映らない背景だけの映像を挿入しています。走る間の映像のところでタイミングを見て右クリックから時間、そしてフレームを固定をすることで走る間のクリップを静止画にすることができます。静止させたクリップの人物の周りを G キーのペンツールで囲んでいき、人物だけの素材として切り抜きます。 一番下に背景素材を挿入しているため自然に見せることができます静止画のクリップに対して走る前から走った後とサイズ感が合うように位置とスケールのキーフレームを打っていきます高速移動なので5フレームほどで移動が完了するようにキーフレームの間隔は短くしていますモーションブラーのスイッチを入れることでキーフレーム間でブラーがかかります最後にレイヤーをコマンド D で複製して全てのキーフレームを外しておいたら ドロップシャドウのエフェクトを適用します。シャドウのみにチェックを入れ、不透明度を20%ほどに設定しておきます。あとは映像の影の方向に合わせて、回転や位置で足元に配置しておいたら、親とリンクで移動する上のレイヤーにリンクをすれば影が出来上がります。